翔ちゃん。はい。久しぶりにガンロアですよ。ガンロア久しぶりに起動ですか？いや違います。遊んではいるんです。遊んではいる。起動はいつもしてるんです。だから250溜まったんですよまた。おお、コツコツと。コツコツと。それでまたこれでガチャを引こうという。まあガシャを。ガシャ。うん、で、なんか今来てんのがこれですよ。100式とシャイニングガンダム。まあキンキンだね。キンキンの。まあゴールデンウィークだからね。ああ。でしょ？何をうまいこと。いやそういう設定なんじゃないかなちゃんと。うん、あのバンダイさんが。なるほど。ね。多分そういう設定なんですよ。で、まあ私としては100式を手に入れないわけにはいかないんじゃないかということでね。はいはいはい、乗りたいなっていう、はいはいはい、これですよ。でもそしたらサザビー乗ってろって話。いやいやもうね、あのね、そうなんですよ。どっちかね迷ったんです。こうサザビーも今確率アップなんですよ。迷うねこれ。迷うでしょ。で今あの何あの逆車のイベントとかも来てるんですよ、イベントで。うん、だからねすごい迷うんですよ。このファンネル、ファンネルもちょっかっこいいなと思うんすけど、そっち行っちゃうよサザビー。いやまあじゃあちょっと待って、ただこっちサザビーだけなんですよ確率アップが。あと星さん、ヤクト動画、そうそうヤクト動画とかギラ動画、そうそうそうなっちゃうんですよ。なんだけどこっちはシャイニングガンダムも確率アップ中なんですよ。なるほど。そうだからね、まあもう任せしますね。しばらく引けてない僕としてはやっぱ2体確率がアップしてた方が方が、うん、どうしても引きたいなっていう。なるほど。そう、心の弱さが欲張りな。欲張りとかじゃないんだよね欲張りとかじゃ、もともと本当にこれきついからねガチャ。まあね。でもサザビー本当マジ超かっこいいよね。ファンネルを一斉に射出し、一定集中型の連続攻撃で大ダメージを与え、稀に一旦行動不能にする。絶対強いんだよこれ。強いね、強いね。もう待って、コスト23でしょ。100式は一緒かな。20だもん。使いやすい。コストが低い方がまあ使いやすいっていうのはあるよね。ほら、シャインガンダムも21ってことは、サザビーの方が出ないかなっていうか、あサザ、このコストを見る限り、うん、あ予想ではサザビーのが強いのかなっていう確かに、ね、よくあるゲームの、よくあるゲームのあの方程式でしょ。スケータス見れば分かりそうだよね。あ、そうだね。攻撃力は1166、まあ、全部覚えられないからちょっとこれだけ見て。1166ね。1331だもんね。違うね。防御は1163でしょ。1163。うん、まあちょこっとだね。ちょこっと向こう。攻撃力が強い。攻撃力が強い。でこっちはほら、あの防御スキルだから。まあそれは使えるよね。どの使える。絶対使える。うん。だって本当ね。やられちゃうんですから、防御低いと。こっちは、うん、あやっぱりね、向こうのが強いのね。サザビなのね。サザビね、まあ、いっちゃいます。サザビのホースか。マジっすか。いや、どっちでもいいけど。これ、ディスティニーイベントも来てるわけですよ。まあ、ソードインパルスとかだけどね。じゃあいらない。じゃあいらない。いらない。あんま攻撃力は強い。そしたら絶対サザビーだよね。でもサザビーマジか。そっち引くと思わなかったな俺どっちがいい。いや欲しいのはサザビーだけどさ。でもねこれ揺れ動いてる。今揺れ動いてるけど、でもただ攻撃プラス3ターン防御スキルだからね。いや防御スキルマジ強いんだよ。じゃあそっちにしよう。こっちにする。とりあえず今回は、今回はまあ星さん100式が出たらちょっとへこむね。そこは運ですね。期間、あサザビあと1日ですよ。ほんとだ。
うわー、どうしようかな。引く前に悩むっていう。引く前に悩む。ここに来てな、俺このゴールデンウィークスペシャルで俺こっちのゴールドの方引こうかなと思ってたんだけど。ゴールドになるのか、真っ赤な。私が粛清するのだ、アムロ。になるのか。いや、逆さんもファンネルかっこいいよね。でも防御も強いんだよね。俺もこっちにしちゃおっかな、じゃあ今回ちょっとなんと予定変更になりました。予定変更です。ちょっともう皆さんは多分引いてるんだろうけど、僕まだこっち引いてないんで、行っちゃいますか。行っちゃいましょう。運命の運命の引きます。はい、お疲れ様です。いやいや待って、まだ言わない。ちょっと待って、行きます。ゴー天中、ゴー、はい、やっちゃったよ。うえー、大量のプレッシャー。アムロか。こいこいこい、マジ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 。おー、やった、やった、出た。え、マジで、おー、これやばくね。いや、マジで熱い、これは熱い熱い。マジでサザビーが欲しい。乗りたい、ドキドキ、乗りたい。シナンジだ。あ、怖かった。あ、マジか、マジか、お願いします。うわー、やったー。でもまあ強いけどね。シナンジはいるけどね。これどうやってあれ見んの。あれ、これはどうやって見んのかい、ここかい。うわー、ちょっとまあ、あ、でもまだこれレベル1だからね。でもコスト23だから強いじゃん。だって早めが龍珠砲でしょ、これ、うん、そうだね。うん、攻撃後一旦ダメージを軽減する。あ、でもこれもあれだ、防御スキルがついてんだ。攻撃した後の破格の威力を超えたビーム、これやばいな。コロニーレーザーみたいなもんだよね、ジェネレーターってね。まあ早めが粒子砲ってことでしょね。あ、しかもほら適性が全部横だし、ほら1個普通下向いちゃってたりとか、水中も全部いけんだ、これすごいね。あ、やったね。ちょっとまあサザビーではなかったけど、今回久々の、うん、星の大当たり。やった、俺久しぶりに見たの、超って。コスト23だよ。強いわ、これは。強いわ、やりましたよ。受動アースタ、受動アースタね、うん、あれでしょ、あのワンピースでいうコーラのそうそうそう声でしょ、うん。じゃあ、まあ、やりましたよ、ありがとうございます。ちょっと、爆死が見れなかったな。爆死はもう、しばらく爆死してたからね。もうずっと爆死だったから、ね、よかった、ありがとうございます。はい、まあね、あと1日だったから、期間も、まあ、よかったんじゃないかな。よかったんだね、多分ね、結果的にはね。で、まあ、またサザビー復刻とかで出るかもしれないから、その時にまた狙いますよ、うん、うん。じゃあ今日はありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。